お嬢様一体何をされておいでですかお仕置き。そうですか。妹様が何か悪いことでもさようでございますか。つまり、ご両親に妹様だけエコひいきされているのが気に入らないと。 お言葉ですが、お嬢様それは妹様に暴力を振るっていい理由にはなりません。はい。残念ながら今この場では、お嬢様の味方をするわけには参りません。妹様は、気絶されているようですね。仕方ありません。 あとで介抱して差し上げましょうさあお嬢様はこちらへ行けません今のお嬢様に拒否権はございませんのでご両親も他の使用人も出払っていてちょうどよかったです妹様に暴力を振るったお嬢様を制裁するという大義名分もありますし <laughs> さあ何をされると思いますお嬢様そちらのベッドに寝転がってくださいはい今すぐにお嬢様に拒否権はございませんのではいその体制で結構ですそれでは上から失礼いたします お嬢様使用人に見下される気分はいかがですかい,いえい,いえ、調子に乗っているのはお嬢様の方です。最近のお嬢様の言動は、少々目に余るものがございます。ご両親には反抗する。妹様には暴力を振るう。他の使用人に対しては扱いが存在。 これでは、お家のためになりませんよね。お家のため、そして私自身のため、お嬢様を今この場で分からせて差し上げます。ふふふ。強がっても無駄です。お体、震えていますよ。 気づかれましたか私が人間ではないということに。その答えは、お嬢様の体に直接教えて差し上げましょうか。 いかがです生気を吸い取られた気分は。はい。私は悪魔。インキュバスと呼ばれる存在です。名前くらいはお嬢様もご存知でしょうはい。人間の女性に子供を妊娠させる、いけない悪魔のことです。 長らく人間社会に潜伏し、子孫を残すことを目的としておりました。そして私は、ずっとこの時を待っていました。ええ、お嬢様の悪徳、煩悩が頂点に達し、私好みの女に変化する、この時を。 最初から襲おうと思えばいつでも襲えました。ですが、それではつまらないでしょう。はい。どうせ襲うなら、私好みの魂の味に仕上げ、生まれる子供もより汚れに染まった悪魔であった方が良かったので。私はこの屋敷で働きながら、 少しずつお嬢様に呪いをかけてきました。お嬢様の欲望を剥き出しにし、悪行を行えば行うほど、魂が汚れるようにするための、呪いをね。そして今、お嬢様は私にとって、極上の餌になったというわけです。 もちろん、私との子供も作っていただきます。ご心配なさらず、痛いことは一切しませんので、むしろ、インキュバスの名にかけて、あなたを快楽の沼に落とすことをお約束しましょう。<laughs> どうして私に見入られたか。 知りたいですかお嬢様あなたは、名家の生まれであることを鼻にかけ、身内には傲慢な態度で接し、陰では男をとっかえひっかえして遊んでおりました。いかに現代の人間が欲望まみれにあるとはいえ、あなたほどの逸材はそうはいない。 あなたは、悪魔に見入られて叱るべき存在だったのですよ。お嬢様。他の男の悪魔もあなたを狙っていたようですが、ご安心ください。すべて排除いたしましたので。これでもう、私とあなたの邪魔をする者は誰もいない。 お嬢様、その汚れきった魂存分に堪能させてください。 このまま、あなたを私の眷属にしてあげますね。はい。あなたは未来永劫、私のものです。あなたは私だけのために生き、私だけのために、こうなす存在となるのです。もちろん、 あなたにとっても悪い話ではございません私に身を委ねるただそれだけで一生分の快楽が手に入るのですからこのまま私に落ちていってくださいそれがあなたのこの世での唯一の幸せです お嬢様、愛していますよ。これからは、共に、同じ聖を歩んでいきましょう。